支えになってると思うの。照れくさいけれどまた続くけれど来て。はい、皆さんこんにちは。ありがとうテレビの時間が参りました。本日12月の8日ですね、8日。あ、今日はトラトラトラの日じゃないですか。トラトラトラの日、うん、新高山登れですよ。真珠湾攻撃の日、あ、12月8日海戦ですね。今12月8日って見て気づいてしまいました。うわ、すごい日ですね今日はね。すごい日です ね、これは何かのなるんでしょうか。ということで、本日のお客様、慶長カウンセラーの杉浦奈々子さんにおいでいただきました。本日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、早速ですね、もう質問の方から入ってしまいたいなと思うんですけども、はい、とても笑顔が素敵な方ですね。ありがとうございます。、はい、社長も、いやいやいや、そんなことございません。ということで、このね、こちらの方でいきたいと思います。お仕事は、はい、ね、ちなみに慶長カウンセラーというお仕事は、はい、どんなお仕事なんですか？もう本当にお話を聞かせていただく、うん、それだけの仕事です。ね、例えばどういう方にお話を聞くんですか？そうですね、まあ、どんな方でもなんですけれども、うん、まあ、私がもともとこれを勉強したのが、はい、この仕事に就く前に7年ほど勤めていた、はいはい、まあ、ホスピス、ホスピス、はい、末期がんですね、のですね、うちの場合は、はい、はい、そこで死を目の前にした方や、うん、自分の愛するご家族が今まさに死んでいくのを見ているご家族様、そういった、まあ、辛い、それはもうお薬とかで取れる苦しみではない、そうですね、はい、それを聞かせていただくというところから始まりまして、うん、あ、なるほど。ただそういったいろいろな苦しみ辛さを抱えてらっしゃるのは、はい、死を目の前に迎え合われた方だけではなく、うん、はいはい、例えばビジネスマンの方ですとか、いろいろな方がいらっしゃる、はいはい、そちらに今はターゲットを移して活動しております。ちなみにどういうことをお聞きになるんですか？さまざまですね、一番多いのはやっぱり、うん、まあ、人間関係、あ、人間関係の苦しい状況だったりとか、はい、ですね、目的はその傾聴することによって、はい、目的はその相手の方を楽にしてあげるという感じですかね。結果的に楽になる、うん、はい、語りそれを聞かれることで考えはクリアになり、うん、気持ちは落ち着き、そして元気になったり楽になったりする、うん、まさになんか、はい、カウンセリングもしくはコーチング、そんな感じですよね。そうですね、ちなみに何かこう、はい、傾聴カウンセラーになる前に、はい、何かこう学んだスキルだったりとか手法とかってあるんですか？あ、はい、まあ、ずっとこの、まあ、特に死に向き合った方に対しての勉強をしてきたのですけれども、そこから、まあ、少しちょっと自分で実践いろいろなところで聞かせていただいたり、まあ、学んだこと、他にも学んだこといろいろを含めて自分のメソッドを作って今は活動しています。あ、なるほどね。ちなみにどんな方にこれからこの傾聴カウンセリングを受けてもらいたいと思います？うん、そうですね、うん、辛い苦しい思いを持ってらっしゃる方ならどなたでもというのが、なるほど。例えば杉浦さんにそのアクセスするとするならば、はい、どういう形でアクセスをさせていただければいいですか？あ、そうですね、うん、Facebook でも、まあ、直接メールいただいても、はいはいはい、お電話でも何でも。なるほど。じゃあ Facebook は、はい、杉浦奈々子って検索すると、はい、Facebook 出てきますかね？出てきますね。あ、なるほど、はい、杉浦さん、さっき出てきたね、この杉浦奈々子さん、ここで検索していただけると、はい、Facebook が出てくると、で問い合わせをできるということですね。はい、あとは、はい、今はブログがありますので、そちらを通していただいても。わかりました、はい、ブログではあれですか、日々のやっぱり活動が書かれたりするんですか？といったことは特に書かずに。あ、そうか、はい、書けないよね。相手のことはね、こういう仕事してますなんてね、なかなかナーバスな仕事ですもんね。そうですね、ですよね。
ということでこちら行きましょうか。はい、ね、このお仕事を始めたきっかけは、はい、今少しホスピスの話がね出ましたけれども、はい、そちらがやっぱりきっかけになるんですか。そうですね、私の場合これが一番のきっかけっていうよりも、うん、たくさんのいろんなきっかけをいろんな人に与えていただく中で、うん、やっと一歩を踏み出せた。なるほど。やっぱり緩和ケア、まあうん、この死を目の前にしたところから、はいはい、そうではないところに踏み出したのは、うん、一つやっぱりきっかけはありました。あ、例えばどんなきっかけだったんですか。この緩和ケア、うん、死をに対しての、うん、まあ、ケアをする医療の現場で、うん、ずっと昔から言われてきたことが一つありまして、はいはい、それが生きたように人は死ぬ、うん、ということなんです。生きたように人は死ぬ。はい、なんか深い言葉ですね。もう本当に死を目の前にした時には、うん、まあ、お金も、うん、地位名誉とか、うん、もう人脈とかそういったのも一切関係なくなってしまうんですよね。うん、まあ、でもですよね。だって、はい、生死の境をさまよっている時っていうのは別にお金とか地位とか名誉関係ないですもんね。はい、全くないです、ね、生きる死ぬのどちらかですからね。はい、もうそのもうその生きる死ぬの選択肢もなくなってしまって、うん、もう死ぬということしかなくなってしまうと、はい、うん、もっとそれもさらになくなっていく。その時にただ変な言い方ですかもしれないと思うんですけれど、はい、幸せに死んでいくっていう方もたくさんいらっしゃるんです。幸せに死んでいく、はい、例えば、はい、幸せに死んでいくっていうのはどんな死に方なんですか。これは一概にこちら側が判断できること、価値観本人が感じるだもんね、はい、価値観で見ているに過ぎないんですけれども、やっぱりそれまでの人生その方が生きたように死ぬ、どのように生きてこられたのか、例えば、まあ、不満ですとか怒りですとかを抱えてそのように生きてこられた方は、不満や怒りを持ったままそれを吐き出しながら亡くなっていかれたりする。でもありがとうとかいい人生だった幸せだって生きてこられた方は最後の時にもやっぱりありがとうとか幸せだったと言って亡くなっていかれる方が多い。かかと患者さん、やっぱそれは最後に自分のことを全部話ができたからなんですかね。はい、まあ、そのようそうできるようにそこで聞かせていただく。例えばそれまでの人生がもう本当に不満でや怒りでいっぱいであったとしても、最後のところで笑えたらそれはそれでいいと思うんです。でもできることならば、その生きたように死ぬその生きるところでも幸せに生きてほしい。そして幸せに死んでほしい。であるならば、この最後のところに向かい合うところだけではなく、その今このせっかく生きていられる方たちの方にも向かい合いたいなと思って、ちょっと方向性、ね、はい、シフトしました。なるほどね。今どのぐらいの人たちと今関わりを持ってるんですか。それはこれまでに、これまでに、そうですね、ということですか。そうですね、私の場合人数たくさんというよりも一、人の人にどれだけなので、まださ、正確にカウントしてないですけれど2、300ぐらいかなと思います。もうホスピスでのその緩和ケアのところの人たちが多いわけですか。もうですし、そこだけではなく、はい、あちこち、例えばそれこそ歩いていて、まあ、隣の電車の中で隣り合った方ですとか、スーパーで買い物をしながら話しかけてくださった方。ああ、はい、あ、そういうことなんですね。路上で生活してらっしゃる方、時間があったらその前に座って聞かせていただいたりとか、よく凱旋者というか、はいはいはい、駅前で主張をおっしゃってらっしゃる方、降りてくる来てくるのを待ってお話聞かせていただいたりとか。へえ凱旋者。はい、まあそうですね、割と私とは考えが全く反対のことをおっしゃられることが多いんです。であるならばそれをどのように自分が聞けるか、そしてどんなふうに何かお役に立つことができるか、ちょっと自分へのチャレンジもあっていろいろそんなこともしたりしてました。すごいですね。なんかこんなちっちゃい体で、でニコニコされながらすごくど根性ですね。ありがとうございます、ね、ど根性ですね、もう本当に。うわすごい。
ちょっと今日なんか私衝撃です。あ、そうですか。衝撃を受けました。いや、こういう話をお聞きすると、はい、あの杉浦さんの見方がまた変わりますね、私からの。もう杉浦さんとは実は 2ヶ月ぐらい前ですかね、3ヶ月ぐらい前ですかね。そうですね、はい、うん、あのやっぱりありがとうテレビ その収録の後にその土の戸ってね、居酒屋さんに行って飲むんですけれども、そこで、ね、たまたまね来ていただいて、誰のご紹介でしたっけ。山根さんのご紹介。そう、山根さんのご紹介だ、はい、そう、山根さんのご紹介で、おいでいただいて、でそこで初めてお知り合いになったんですよね、はい、でその時は傾聴カウンセリングってねおっしゃっていましたけども、果たしてどんな仕事なのかなって、私もその時はあまり深くね、お聞きしなかったんですけど、今こうやってねそのホスピスの話だったりとかお聞きすると、うわ、なんかすごい人生歩んできてるなって、すごい体験してるなって今もう見方が全く180度変わりましたね。素晴らしいですね。いや、それこそ杉浦さん自身が人生をしっかり足を踏みしめて生きてらっしゃいますね。まあ、そうですね、私が体験したというより、うん、そういってやって出会った方たちが私に体験させてくださった、うん、私が歩いてるっていうよりそういう風にさせていただいてるんだなってすごく思います。ねえ、いや、ちょっと素晴らしいお話です。ありがとうございます。じゃあこちら行きましょうか。はい、大事にしていることは、はい、もうなんか今お話いろいろいただいた中で大事にしていることがね見えた感じはしますけれども、いかがですか、大事にしていること、うん、ちょっと恥ずかしいのですが、はい、どうぞどうぞ。非暴力であること。非暴力であること、はい、うん、よく、まあ、非暴力ってそもそも何なのかっていう話ですけれど、はい、よく非暴力の反対は暴力と思われること多いんですが、うん、そうではないんです、はい、非暴力の反対は何もしないということ、無気力であるということ、うん、例えば、無気力で、これは本当にガンジーの言葉ですけれど、暴力的、無気力であるのならば暴力的である方がまだいいと、何かを起こそうとしない、うん、もしかしたら私がやっていることって正しいか間違っているかもわからないんですよね。ということは非暴力でありたい、はい、ありたいと思います。もしかしたら私がやっていることは間違っているかもしれない、自分が死んだ後に、うん、あいつ何やったんだ、とんでもないやつだって言われるかもしれない、でも、うん、私はこれが私にとって大事なことでありやることだと思うのであれば、それでもやる、行動を起こす。でもそれで非暴力なんですか。はい、ちょっと私解釈できない。失礼いたしました。説明が下手で、いやとんでもないです。暴力というのは、はい、要するに自分でことを起こしたりとか自分で動いたりとか、どちらかというとアクティブな感じですよね、はい、非暴力というのは無気力。いや、非暴力、あ、ごめんなさい、非暴力こそ本当にアクティブである。要するに暴力を振るわないってことですよね。はい、でもただ暴力を振るわないだけでは非暴力とは言えない、うんうんうん、例えばただじーっとして何もせずにいたら、うん、人を傷つけたりすることはないかもしれないけれど、それが非暴力なわけではない。あ、そういうことですね、はい、ちゃんと行動を起こしているからこそ、いて、それでっていうのがまず非暴力の前提かなと思います、ね、要するに自分で行動を起こす、はい、けども暴力は振るわない、振るわないし、うん、そこのところで使うのは自分自身であるということ、うん、つまりその対立しないということ。いや、対立自体が悪いことではないと思うんです、うんうん、意見がの違うということ、うん、それを正直に話し合っていけるというのも、うん、その先で和解できる本当に大事な第一歩だと思うので、受け止めるということですね、相手を。そうですね、受け止めるでもあり、何でしょう、自分自身も共に歩み寄る、よく、うん、寄り添う、寄り添うでもあり、なんて言ったらいいんでしょうね、すみません。握り拳と握手はできないって言いますよね、はい、でも握り拳と握手はできないけれど、うん、あ、包むことはできる。なるほど、包むことはできる、はい、でも何も、握り拳を相手が振り上げたからと言って何もしないのは、うん、それはただ受け入れていることかもしれないけれど、何もアクションは起こしていない、うん、そこのところで振り上げられたなら、それを包んでこそ非暴力かなと思います。あ、立派なそうなことを言いましたけれど、実はまだまだできていないんです。いや、あのね、同じようなことをこの間私は研修で言いました。ああ、
まさに同じようなこと言いました。それは光栄です。まさに私はそれを受け止めるというふうに言っています、うん、要するに拳を振り上げて、はい、またそれに対して反応して拳を振り上げたら戦争が起きる。でも拳を振り上げるんだけれども、相手が振り上げてもそれを受け止める、きちんと受け止めてあげればそれは戦争にならないというふうに私は伝えましたですね。ここでただ殴られてるだけだと、うん、まあ、いじめになっちゃいますもんね。そうそうそう、だからそれをね、私は受け止めるって言ってるんですよ。なるほど、それが受け止める、ということなんですね。そう、受け止めるというふうに言ってるんです。要するにお互いに反発し合うとそれは戦争になるので、きちんと吸収する、受け止めて吸収していくっていう、うん、包み込んでいくってまさにそのことだと思いますけどね。本当ですね。いやー、深いですね。これは多分この15分間では10分15分の間では語りきれないことだと思います。いやー、なんか実は今日久しぶりのありがとうテレビの経営者対談なんですよ。そうなんですね。うん、しばらくプロレスばっかりやってました。あ、そうか、そう、はい、今回も拝見いたしました。そう、しばらくぶりのね、経営者対談で、なんか今日はなんかしみじみしちゃいましたね。こうしみ入りました。ありがとうございます。ここ私もこの受け止める、包み込む、それが吸収して受け取るということを、いいお話聞かせていただいて、ありがとうございます。ありがとうテレビの T シャツもね、着てくださって、はい、これ売ってますから、ぜひ買ってくださいね。e ラーニングでね、はい、通信販売やってますからね、はいはい。着心地もいいです。あ、またやったやったやったということでですね、杉浦さんのアクセス先は、はい、じゃあ Facebook とかブログとか、はい、いうようなところでアクセスしていただければということですよね。で、杉浦七子でね、検索すればいいということですね。ちなみにあれですか、ちょっとしたその悩みを抱えてる感じでも相談できるんですか？あ、私でよければ喜んで。喜んで。最後にですね、はい、ありがとうの言葉を伝えるコーナーがあるんですけれども、どのタイミングに伝えましょうか。もうありがとう言いたい人が多すぎて困っちゃいます、うん、なんか杉浦さん優しいですね。そうですか、ほんわかしていいですね。ありがとうございます。実は怖いかもしれないよ。なんか癒されてしまいますね、これね、もうね、本当に。はい、じゃあどのタイミングにお伝えします。そうですね、両親や姉や家族や大事な友達たち、うん、もう全てなんですけれども、はい、うん、あとはちょっと以前病気をしていたことがあって、ああ、それを治してくださったドクターを含め、はい、今私がここにこうしていられること、私今日いろいろと話させていただきましたけれど、うん、話したことも全て私が考えたのではなく、いろいろな人たち、例えば今原野社長からも聞いていただいたから考えて話すことができたり、はい、そもそもそういう考えができたのも、いろいろな人から話を聞いたり話をしたりする中で与えていただいたもの、喋っている言葉も私が考えた言語、日本語ではないですからね。いや言葉の意味一つにしても、話をしたり教えていただく中で作られ、私というものを作っていただいた、出会ってくださった全ての人やもの、でもそしてこれから多分いろんな人に出会えると思うんです。そうですね。はい。そうですね。いや、おそらくいい方々にですね、これからたくさんたくさんね、お会いできるんじゃないかと思います。なんか引きつけられてくるような感じがしますね。ありがとうございます。じゃあぜひ、はい、感謝の気持ちをね、お願いしたいと思います。私を作ってくださった、出会ってくださったすべて、これから出会えるすべての方たちに感謝いたします。ありがとうございます。ありがとうございます。これからもぜひその杉浦さんね、とても優しくて、そして癒される方ですので、ね、ありがとうございます。ぜひアクセスをしていただいてね、どんどんつながりを広げていただければなというふうに思いますね。本当にありがとうございました。こちらこそ本当にありがとうございました。はい、ということですね、本日のお客様、経聴カウンセラーの杉浦七子さんにおいでいただきました。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。